今日のコメント、カルリアチオのポケモンは何が好きですか？カルリアチオだったら僕は一番ホゲッタが好きです。あのフォルムめちゃくちゃ可愛くない？どうもはるかったです。皆さんアリポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がってきましたね。そこで今回は19話の感想と今後の考察ポイントについて話していきたいと思います。てか関係ないけど、すーくん8月ももうちょいで終わりだね。え、3本トークでやってあっという間。もはや外出なさすぎていつの間にか夏終わってるよね。トイレが楽しみに聞いててくるぞい。ついにハルカット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ使ってみてね。リコのニオハとロイのホゲートは今後新技を覚える。昨日のアリポケは第19話ということで、マホイップのフォントが放送されましたね。ゆっくり感想を交えながら順に振り返っていきたいと思います。前回の終わりについにガラド地方に到着したライジングボルテッカーズは、ペンダントの謎を知るために古城にいるリコのおばあちゃんの元へ向かっていったんですが、そのまま古城に飛行船で向かってしまうと、万が一エクスプローラーズに見つかってリコのおばあちゃんのところにエクスプローラーズが来たらまずいということで、エンジンシティからナックルシティまでの方までは地上ルートで進むことにします。無事飛行船が到着し、みんなで電車で行こうとしたんですが、あいにくその日は車両整備の日で電車が運休しているということで、その日は古城には向かわず各々自由時間を過ごすことになりました。オリオは電車が運休だと知ると船の部品探しに行ってくると言って、張り切ってメタグロスで飛んでいきました。リコとロイは特にやることがなく、どうしようか迷っていたんですが、マードックが出てきて時間があるなら買い出しに付き合ってほしいと言われたため、3人でエンジンシティに向かうことになりました。ついでにドットが頼まれた流行りのペロフワコットンキャンディーも買ってくることにします。ドットからこのペロフワコットンキャンディーを頼まれたリコは、グルミンが綿飴を持っている姿を想像して目をキラキラさせていたのが可愛かったです。リコって結構表情豊かですよね。でエンジンシティに向かうと、そこには珍しいエレベーターがあり、リコとロイはびっくりしていました。これ剣盾のゲームでもよく使いましたよね。なんか懐かしかったです。そのエレベーターで上に向かい、ロイは周辺でレックザについての情報収集をし、リコとマールクはその間に買い物を済ませます。買い物が終わり、ドットに頼まれたコットンキャンディーを買うために3人はバトルカフェへ向かいました。バトルカフェに着き、マードックはコットンキャンディーを頼もうとするんですが、メニュー表には載っていませんでした。それもそのはず、そのペロフワコットンキャンディーはバトルカフェでバトルをし、勝った人だけがもらえる景品だったからです。リコとロイはそれを知り、バトルをしようとマードックに話すんですが、マードックはなぜか浮かない顔をしていました。理由としては、過去の知り合いがそのバトルカフェのオーナーだったからです。その人物の名前はミッチェル。たまたまマードックに気づいたミッチェルは近づいて話しかけてきました。ミッチェルが話しかけると、マホイップがニコニコしてホイップを渡そうとしますが、なぜか拒絶されてしまいました。また君とバトルする気はないと言い放ち去っていきました。どうしてマードックは浮かない顔で、ミッチェルもそんな態度だったのでしょうか。リコは不思議に思い、マードックの話を聞くことにします。マードックの話によると、ミッチェルは過去のパティシエ仲間だったそうです。小さなスイーツ店で2人は働いており、マホミルが店の看板ポケモンでした。仲間でありライバルだった2人は、マホミルのクリームを使って、ミッチェルは抹茶ケーキ、マードックはルビーケーキをそれぞれ作って日々頑張っていたんですが、ある日マホミルは近くにあったイチゴの飴細工でルビーミックスの姿に進化してしまいました。今までのマホミルのクリームは2人とも使えるものだったんですが、ルビーミックスに進化したことでマードックのスイーツにしか使えなくなり、そのおかげでルビーケーキばかり売れるようになり、抹茶ケーキは売れ残るようになってしまいます。しかしマードックはマホイップのことしか見ていなかったため、ミッチェルが悲しい思いをしていることに気づかず、しまいにはミッチェルがマホイップがくれたクッキーをはねのけてしまい、そこで仲違いしてしまいました。そんなことがあったからこそ今あのような態度をされたんですね。まあでもマホイルは悪気があってあの姿に進化したわけじゃないのに、あんなひどい態度を取られてしまったら悲しくなりますよね。今考えるとミッチェルの気持ちはわかるけど、ミッチェルに何て言ったらいいかわからないと悩むマードックを見て、リコもロイも一緒にどうしたらいいかと考えるんですが、パッと横を見た時にミッチェルが陰で見ていることに気づきます。それを見たリコはミッチェルにバトルを申し込みに行こうと提案し、勇気を出してリコはミッチェルの元へ行き、ダブルバトルをしてくれないかと頼み込みます。するとミッチェルはバトルを承諾し、ペロリーム、タルップル VS ニャオハ、マホイップのダブルバトルが始まりました。序盤はミッチェルの2匹に翻弄されていましたが、徐々に2匹で協力し、ニャオハは引っかくを成功させます。そっから真剣なバトルをするのかと思いきや、なぜかいきなりバトルはスイーツ作り対決へ変更されます。ミッチェルがスイーツを作り始めたため、マードックもそれに乗りスイーツを作ります。リコはしばらくアテントしていましたが、マードックがケーキにデコレーションをしてくれと頼んだため、ケーキに向かってこの葉を出します。あまり変わってなかったけど、この葉でケーキの味変わったのかな。勢いでケーキを作った2人はほぼ同じ時間にケーキを完成させ、その後マードックは隣にいたミッチェルに、あの時は悪かった、ごめんと謝ります。
するとミッチェルは一つの抹茶ケーキを持ってきて、マホイップにクリームを乗せてもらいます。あの時のケーキにマホイップのクリームが合わなかったのはマホイップのせいではなく、自分の技術が未熟だっただけなのに勝手に妬んでしまってごめんと、最後はマードクとマホイップに謝り無事仲直りしました。綿飴をかけたバトルはいつの間にか終わってしまいましたが、無事2人が仲直りして本当に良かったと思います。あと泣きながら2人でハグするシーンを見て、ロイはすごい泣いてる大人なのにと言っていたんですが、リコが大人でも泣いていいんだよ、私たちと同じなんだからと深いことを言っていて、ちょっと感心しました。リコって人の気持ちを人の倍ぐらい感じ取って読み取れる、すごい優しい子だなと思います。対してロイはやっぱりこういう発言をするあたり、子供っぽい部分はまだあるんだなと思います。お姉ちゃんと弟みたいな感じですよね。でその後バトルカフェにカブさんがいることに気づき、この回は終わります。来週はカブさんに黒いレッグウザについての情報を聞き、そしてトレーニングをしてもらう回ですね。タイトルはカブのバトル修行。あらすじはこちら。エンジンスタジアムのジムリーダーカブと出会ったリコロイ、方園地方出身のカブだが、同じ方園地方の伝説ポケモンであるレッグウザのことを何か知っているのかもしれないと話をしてみたところ、リコとロイの思いに心を動かされトレーニングをしてくれることに。人生死ぬまで修行、学び続けよう、カブのホロの修行が今始まる。というわけで今後の考察ポイントとしては、リコとロイのポケモンが新技を覚えるのかどうか。来週のリコとロイはカブさんのジムで修行を行うようなんですが、ジムリーダーとの修行ということで、もしかしたらリコのネオ波とロイのホイゲータが新しい技を覚える可能性はあるかもしれません。おそらくこの後最新映像にあったエクスプローラーズとの戦いもあり、今日の話の中でもエクスプローラーズとの遭遇があるかもしれないと飛行船を隠すような描写もありましたよね。なので来週カブさんとの明確な修行があるということで、2人はパワーアップする可能性は非常に高いのではないかと僕は思いました。進化とまでは言わずに、ポゲータとニャオハが決定打になる強い技をこの回で覚えるのではないかと思います。では2人はどんな技を覚えるのか。今のところ覚えている技は、ニャオハがコノハ、ひっかく、電光石火、ホゲータがヒノコ、体当たり、ジダンダなんですけど、ホゲータのジダンダはレベルでは本来覚えない技なので少しイレギュラーではあるんですけど、ぼちぼち歌うことを得意とするロイのホゲータならレベル的にも臨床は覚えていても不思議ではないので、この辺の音技を覚える可能性はあるのではないかと思います。あとはホゲータは炎タイプなので、ヒノコを訓練した結果威力が増して焼き尽くすを覚えるという展開もありそうです。リコのネオハに関しては割とレベル通りの技になっていて、先に電光石火を覚えていますが、その前に本来13レベルでマジカルリーフを覚えるはずなので、この辺が来てもおかしくないのかなと個人的には思います。あと少し高めの技なら種爆弾やトンボ返りも覚えますが、アニメ版を考えるなら種爆弾とかになってくるのかな。みんなはこれについてどう思いますか。よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで19話の感想と今後の考察ポイントについてでした。ちょっとボルスターチャンネル登録しちこのくまちゃん、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。